5月27日、朝7時40分です。はい。今起きました。今日ここはね、4人部屋なんですけれども、昨日は2人でした。で、1人はもうチェックアウトしました。インド人の方とって、ほとんど交流はしてません。はい。まあ寝るだけだったんでね。はい。で、昨日もですね、こんな感じで、洗濯しました。はい、結構寒いというか涼しいんでね、乾いてないですけどね。はい、まあしょうがないです。まあ明日宿出るときに乾いてくれればいいかなと思っております。でね、多分ですけれども、まあ多分で今日はですね、もう一人、今日篤君という方が来るんですけれども、その方と2人で、レコンピョに行くことになります。多分、一泊して、明日の夜行便で、レコンピを向かうことになるかと思います。はい。そんな感じです。今日はね、まだバスとか取ってないんで、そのバスとチケットとかを手配したいと思います。さあ、ランチに来ました。今、ちょうど1時です。そして、目の前には、あつし君です。はい。明日から一緒に、明日、多分明日っすね。スピーティー旅行しに行きます。で、今日はチキンボーンレス、あ、ボーンレスバターっすバね。ター、チキンバターボーンレスカレー、順番合ってるか分かんないけど を選びました。425ルピーで、バターナンが70ルピーです。いただきます。さあ、バスに乗りました。今から ISBT というバスターミナルに向かいます。お値段いくらですか？10ルピーです。10ルピーだそうです。じゃあ行ってきます。 ISBT バスターミナル到着しました。今からバスチケット買います。バスチケット取りました。533ルピーです。ああ、やっぱここからか。めっちゃ並んでる。そう、チケット買わないといけない。ファーストフロア。何か分からん。ここと少ない。あとこっちも少ないよ。確かに。降りるのはあんまり人がいない。登るときはやたら人おったけど、そんな感じ。さあ、ここに着きました。エレベーター20ルピー。楽しかったかな？あんまり楽しくはないけど。見慣れた光景が。今日とか歩きましたね、そういや。うん。こちら35ルピー。名前忘れちゃった。でも甘くて非常に美味しいです。
さっきこれ食べました。グラブジャンボです。よし。 Where are you guys from? From Japan. Japan? Yeah. I make my movie、mm-hmm. for the trip. Good. This is a momo. Momos. Wow. Chicken momos. Chicken momo. You like it? Yes. 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 おー、アンビュランスや。なんかパレードやるんですか。パレード、何のパレード。あ、じゃあ今なんかコスプレフォトか。あー、コスプレ。さっきのいた場所を上から見てます。さあ、バーに来ました。ビールテイスティングです。じゃあまずペールエールから。ちょっと薄いかもしれない。ペールエールっていう薄いペールエール、これがマンゴービール。あんま美味しくない。結構酸味が強い。微妙だな。これが一番うまい。アップルサイダー。サイダーでした。ペールエール来ました。僕は今日2杯目です。こんな感じです。これは、このビールは美味しいですね。美味しいです。さっきのお店とはちょっと違う。美味しいです。あ、ここのお店のビールは非常に美味しかったです。おすすめです。ビールはどうでしたか。ビール美味しかったです。最高ですね。最高です。